朝倉未来1000万企画の人で、なんかその久保田っていう人いるじゃないですか。久保田さんっていう人、うん、なんか入れ墨入れた人、まあなんかちょっと片手間で勝てそうじゃね。うん、はい、多分世間のイメージっていうのは朝倉未来の金魚の糞なんですよ、はっきり言って。はい、僕は少なくとも朝倉未来の金魚の糞じゃんって、その久保田さんのこと申し訳ないけど思ってます。なんかその久保田っていう人がなんかその僕のこと煽ってる動画2回ぐらい出してるの見たんですけど、あの程度のションベン煽りだったら正直僕は戦うメリットないんで、はい、もうちょっとね頑張ってほしいですね。はい、思います。久保田と会ったような記事あったけど本当ですか？あの久保田と会った、まあそう、それも あったんでまだねちょっとまあ、言っていいのか分かんないんで言えないんですけど、はい、久保田、その記事ありました？久保田と会った記事なんてある？あるのかな？はよ痩せろ。あ、すいません。はよ痩せます。すいません。はよ痩せます。はい、ブレイキングダウン出場するんですか？まあ、ブレイキングダウン。まあ、それはもうノーコメントでいきましょう。なんか出てる？ニュース。出てないでしょ？いや、合コン。合コンって言っちゃうと違うから。戦うこと多いっすね、吉田さん。なんか常に戦ってる。確かに、うん、俺あれと戦うんだよ、久保田みたいな。あれ、あー、え、私試合できますよ、ブレイキングダウン出るの、うん、え、ガチで試合するの？そう。わ、すごいな、やっぱチャレンジ。女性の YouTuber って何にチャレンジ？切り抜きをご覧いただいてありがとうございます。チャンネル登録お願いします。